トランスワールド航空903便墜落事故とは、アメリカ合衆国の航空会社であった、トランスワールド航空の旅客機がエジプトで墜落した航空事故である。同型機の L-749,950 年8月30日。トランスワールド航空903便は、インドのボンベイを出発し、ニューヨークのアイドルワイルド国際空港に向かう定期国際線であった。 当日は、レシプロ旅客機、ロッキード L749A の愛称、スター、オフメリーランドで運行されていた。経由地であるエジプトのカイロから次の経由地であるイタリアのローマに向けて、夜間飛行に向かった。当日は好転であり、乗客48人と乗員7人の55人を乗せ現地時間の23時35分にカイロを離陸した。 903便が1万フィートを上昇中に、第3エンジンが火災を起こしてしまった。そのため、操縦乗員は直ちに回路へ緊急着陸すると報告した。しかし途中でエンジンが機体と分離したため、回路から65マイルの砂漠に、富士着陸を試みたが、着地の衝撃で、機体は現地時間の8月31日2時3分にバラバラになった。 生存者はいなかった。調査の結果、火災は潤滑油の異常により、ベアリングが破壊したためと判明した。第3エンジン後部のマスターロットのベアリングの破壊が引き金となって、エンジン構造が次々と破壊し、オーバーヒートし、ついに燃料パイプが切断され、火災となった。なおベアリングの破壊は、潤滑油の中にある不純物が詰まったためとされたため、事故対策として、 潤滑油の交換頻度を上げたり、潤滑油フィルターの改良などが行われた。ありがとうございます。